はい、皆さんこんにちは、あずきこえです。あいこです。はい、あずきのショーウィズ A、はい、ということで今日もよろしくお願いします。さあ、今日から9月ですよ。そうですよね、月が変わりましたよね。で、ね、この間のね、第7弾動画セミナーね、はい、ご覧いただいた方はもちろんお分かりだとは思いますけども、まあ今年は今月ですよ、間違いないですよ。本当に、ね、本当に、ね、あのね、これね、語ると長くなるからね。収まりますね。ちょっとこの、ちょっと10分ぐらいの尺では全然収まらないですけども、はい、まあその中でも、これまた改めてお話しますけど、やっぱりピークは僕は春分の日と思ってるんですよ、うん。もうこれがもう本当になんか、まあピークですよって感じ、うん。で、ここまでに、だからまあ、なんていうかな、まあ進路を決めるっていうかね、うん、うん、決断するっていうか、はい。なんか、ほら、一般的にはね、はい、なんか、一般的に、全然一般的じゃないの。ごめんなさい。この業界的には。まあ僕もずっと言ってるけど、今年の冬至の日が、うん、まあ、アセンションの、うん、まあ、分岐点ですよっていうか、はい、うん、まあ、なんか扉閉まっちゃいますよとか、うん、なんかもう、方向転換できなくなります、うん、そういうタイムリミットですよっていうふうに言われてますけども、僕的に言うとね、その日はね、合格発表の日なんですよ。おー。試験の合格発表の日なんです。ほら、じゃあ試験日は？あやだ、春分の日でしょ、それ。じゃあ。正解っていうか、今までいっぱい試験を受けてるわけよ。まあそうですね。ね、まあ今年で言えばもちろん春分の日も試験だし、うん、ね、冬至の日もみんな、あ、ごめんなさい、夏至の日も受けたでしょって言って、はいはい、でもう最後の試験日ですよ。あら、秋分の日が、はい、もう最後ですよ、これが。さっすや。ちょっと誰かよくわかんないけど、もうだから、結局ほら、試験を受けて、その発表日だから。その発表日に、自動だとしても、どうしようもないじゃん。確かに。ね。そういう関係性なのよっていうのは、これぜひ覚えておいてほしい。わかりました。だからもう、これもう最後の試験日が秋分の日ですっていう。言っときますよ。これもう9月僕何回も言いますよ、多分。本当に。それぐらい大きいですよって感じ。でですね、はい、9月ね、はい、もう9月、まあ、この手帳持ってる方はもちろん本当にもう一回こう手帳読んでください。これすごくないですか。俺よくこんなこと書いたなと思って。迷ったら迷わずよりぶっ飛んだ方。何ぶっ飛んだって知ってる？今月の魔法の呪文、すごくない？私は、なんだっけ、私は、うん、人生を大転換させる、うん、人生のバンジージャンプに挑戦しますって。すごいこと書いてますよ。すごいこと書いてるね、うん。それぐらいやっぱりすごい大きいんだと思う。そうですか。これ、なんか自分で書いててね、これ、まあ、これもよく言うけど、一年半前にこれ書いてるって。そうですよ。すごいなと思う、うん、本当に、うん。もう、この通りです、本当に。ただね、これ、間違えないでいただきたいのは、うん、もちろん、バンジー飛ぶって書いてあるけど、うん、まず本当にバンジー飛ばなくてもいいですよ。それは。それはない。それはない。あ、それはない。いや、それ飛ぶのもあってもいいと思うけどね。そうですね。飛びに行ってもいいと思うけど、それは別に、まあ、やりたいからやっていただいてもいいんだけど、ここでね、ちょっと間違えないでいただきたいのは、今年っていうか、今回の、まあ、アセンションっていうのは、僕は意識のアセンションですよってずっと言ってるわけね。はい。これ、意識レベルの話だから。うん。だから、意識がすごく大事なのよ。だから、意識のバンジーを飛ぶのが大事なわけ。わかる？だから、その、なんていうのかな、現実的な行動はもうちょっと後かもしれない。うん、もうちょっと後になって出てくるかもしれない。だからまあ、例えば、わかんないけど、まあ、わかりやすい例で言うと、もうこの会社辞めるっていうふうに、まあ、決めるのが大事なことなの。はいはいはい。
わかる？もういきなりなんかそのなんか辞表叩きつけるとかいうのは、いやもちろんそれはしたい方はしてもいいかもしれないけど、あの別にそれはねもうちょっと後でもいいよって、それはちゃんと言っときます。ただしそこで決めたら、うん、そこはもう揺るがないでねって。なるほど。うん、それは僕からすると決めてないっていうことですねって感じなの。でその答えが答辞に出るわけよ。おお。だからそこでもちろんね、あの人間だから揺れるよ、当たり前揺れるけども、やっぱり本当にその心の深い部分、それ内側魂レベルでもうこれは違うと、もう私は新しい生き方をするんだっていうふうに決めると、必ずそれに見合う現象は絶対やってくるから、よくその質問を受けるんだけどね、その、あの、私、例えば夏至の日に糸放ったんですけど、何にもないんですけど、どうしてでしょうかっていうふうな質問を受けるんですけど、あの、それごめんね、決めてないって言うんだよっていう。現象が起きないっていうのは決めてないっていうことの答えなんですよ。要は深い部分で決めてないですよねっていう。違いますかって。僕本当にその聞いてきた人にみんな聞きたい。違いますかって。本当に決めたって。そっち行くって。それやるとかって言って。糸放ったって。これやるって糸放ったら当たり前だよね。行動が絶対伴うもん。そうですね。違う？何かしらはね。そう。それはね、うん、いきなりさっき言ったみたいに辞表叩きつけるじゃないかもしれないけども、うん、もう、例えばもうこの会社辞めるんだって決めたら働き方が全然変わるわけよ。うん、ね、例えばもう付き合いで残業するとかそんなのないじゃん。そうですね。で、なんでこの上司の言うことを聞かない？いや、私はやりたいことがあるからすいません、お先に失礼しますみたいな感じになるわけじゃん。で、あいつひでえなぁ、なんかみんなに押し付けてとかになるかもしれないけど、それ関係ないのよ。それはその人の世界だから、うん。あなたの世界で新しい世界に行くって言うと、新しい世界のことにやっぱりエネルギーを注がないと。うん、それ決めたって言わんでしょうって感じ、うん、違う？そうです。別に責めてるわけじゃないよ。でも、それぐらいのバンジーなんだよ。そうですね。だから、例えば分かんないけど、みんなバンジーだから、要はやったことがないっていうことなわけね、基本的に。で、よくこれも聞かれるんだけど、え、先生、バンジー飛んだらどうなりますかね？知らんわって。さ、飛んだ後考えようぜ、みたいな。そうですね。いやでも聞きたくなる気持ちは分かるけどね。分かるけど、それはね、分からんのよ。あんたがバンジー飛んだらどうなるか俺は分からんよみたいな。知らんですね。で、それがそれぞれにあるからね。だから、ある人から見たらそんなバンジーって言わないでしょっていうことももちろんあるわけよ。でもその人にとってはもう本当に清水の舞台を飛び降りるようなつもりで、まあわかんない、旦那さんになんか、もう私はもうご飯作りませんみたいなね、宣言するとかよ。そんな、なんか、誰もできんじゃんみたいな話かも。いや、それはその人の話だから、そんなんで、それはバンジーじゃないよとは言えないのよ。それは違うの。その人の中の一番なんていうの、心理的に大きなもの、負担みたいなものを、なんか、もうずっとこう抱え込んでるものを、こう、解消するっていうか、思いっきりこうやっとけみたいな感じで行くみたいなのがやっぱりバンジーなんですよ。おお、じゃあ9月は、はい、だそれが意識のレベルだから、意識ね、はいはい、心理面だからあくまでわかる？わかります。心理面だから別にあのいきなりなんかむちゃくちゃしましょうみたいな話は決してないわけ、いや、ただ心理面が決めたら何らかの行動はそら起こるよねって、そうですね、起こるとは思うよって。ただその起こし方はそれぞれだから、やっぱりわかんない、もうやめるって決めて、でもいろいろ考えて半年後っていうのは、それももちろんありじゃないのと思う。ただやめるって決めて3年とかいうのは僕はないな。それやめないでしょ、あんた。そうですね。はい。ないと思う。そうですね。はい。うん、もう。そうや。だからどんなに長くても、やっぱりこの1年ぐらいの話なわけですよ。どんなに引っ張ってもね。でも、もうそれを決めてたら多分どんどん前倒しになるから、あっという間に年末で、あ、もう辞めちゃうことになりましたとか、新しい場所に引っ越しましたとか、新しい人と出会いましたみたいなことがあるかもしれない。でもこれも覚えておいてほしいけど、手放すのが絶対的に先なのよ。そうですね。
手放さない限り新しいもの入ってこないのよ。そうですね。順番はもうこれ宇宙の仕組みだから。そうですね。話すのよ。そうですね。それじゃないと受け取れないのよ。これがやっぱみんな怖いよね。そうですね。持ってるもの話すのは怖いですね。怖いよね。そう、もうよくわかる。僕も怖いもん、やっぱり。だからどうしてもその今までの延長線上で考えちゃうけど、うん、いやもう無理でしょうって感じ。本当に。だからもうすんごい俺も考えてる、なんかどうするかなと思って、意味深どうするかな。だってまあ言ってもさ、ほらこの仕事ね、もう20年以上やってるのよね、はい、よくこの仕事20年もできたなと思って、うん、なんか不思議だなと思うもん、うん、いやなんかよくこれね、俺20年間もやってきたねと思って。そろそろ、やってもいいんじゃねえか、みたいな。本当です?ちょっと、いい?ざわざわなりますよ。ざわざわなる?いい?俺。ちょっと、ミュージシャンとかになりたいとか言い出してもいい?いやーみたいな。一応、あの、じゃあ応援します。本当?路上で歌っちゃったりしてもいい?なんか急にロン毛になってもいい?ならんですよ、ロン毛には。カツラつけたロン毛になる。なんか、俺には戦争はいらねえぜ、みたいな、そういう歌歌ったりとか。一応見に行きます、ね。あの、なんかこう、あのギターケースに入れてくれる?入れますよ。本当?ちょっと。ちょっとだけ。やだ。いや、それが、あの、本当にしたいことかどうかが大事だからね。そうですよね。別に、お前本当に歌いたいのかっていう感じだし、今のね、それこそ新しい歌とか全然無理だもんね。うん。めちゃくちゃ難しくない？難しい。すごいですよね。あ、もうなんか。どうやって作ってるんだろうと思って。ねえ、うん。あれ、口ずさめないの。うん。だからもう、なんか唯一俺口ずさめるのはさっきの、いれーってそこしか無理だな。そう考えるとなんか昭和は良かったなみたいな、誰でも口ずめたみたいな、みたいな。そんなこと星の昼夜はあなたと一人で、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 踊ろうよ、踊るだけじゃ嫌よ、みたいな。わかんないですけど、星降る街角っていう、ね、トシーテンドハッ、トシートとハッピーエンドブルーっていうね、めっちゃわかんない、めちゃくちゃ流行ったの、これもう定番ですよ。もうスナックで言う歌ったら絶対ウケるっていう、もうみんな合いの手入れてくれるっていうね、あの持ち歌だったんですけど、ご覧になってる、笑ってくださってるどうでしょう、もう笑ってください、本当にもう全然もう9月の話からどっか言っちゃいましたけど、また改めてまたね話しますけど、はい、それぐらい9月はやっぱりその心理的に精神的に、うん、内面的に大きなバンジーを決断する時ですよということはぜひ覚えておいていただいて、はい、ね、これはもう今月何回も繰り返しお話しさせていただきますので、はい、ぜひ覚えておいていただければと思います、はい、大変化ですからね、はい、大きく変わるね、それをみんな大変と言うんだけども、はい、大変じゃない、大きく変わるだけ、それは悪いことではない、そうですね、はい、そうですね、うん、今あの個人的にもそうだし社会的にも本当にそうです、うん、ぜひ皆さん注目していただければと思います、うん、はい、ということで最後ちょっと真面目に締めました。参考にしてみてください。どうもー、ありがとうございます。